こんにちは、こんばんは、イズミンです。今回から、ブラッククローバー無限の騎士団の、ベータ版が出たのでやっていきたいと思います。いやー、ブラッククローバー大好きなんですよね、本当に。同意で、はい。編成シミュレーションゲームなのかな、どうなんだろう。ダウンロードに時間がかかるかな。いや、よく来たね。いや、今日君を呼んだのは他でもない。団長になったばかりのあのような実績を上げた君にお願いがあってね。あ、団長になったんだ俺。ぜひ強くなった君の団員の魔法を私に見せてほしいんだ。あれだもんね、ユリウスさん、あれ魔法大好きだもんね。さあ、善と魔法は急ぎだよ。ちょっと違うような気もするけど。ようこそ、ブラッククローバー、無限の騎士団の世界へ。私はナビゲーターのベル。あれ、ユノと一緒にいないですか、ベルさん。私はナビゲーターのベル。風の、四大精霊なんだからしっかり敬意を払うように。で、魔法程度勝負なの。あの事件を乗り越えたあなたなら大丈夫だとは思うけど。仕方ないわね、私がサポートしてあげるから。魔法程にあなたの力を見せてあげましょう。じゃあバトルの説明をするわね。オートバトルだから、あなたの団員たちは覚えてる技を使って戦ってくれるわ。オートバトルなんだ。それ、攻撃した相手は赤星晶、赤宝石と青宝石を落としたね。攻撃を与えると手に入るから、これらはバトルで重要な要素になるから、順々に説明していくからちゃんと聞きなさいよね。たくさん習得すると、左下のゲージがたまって AOM システムが使えるようになるわ。必殺技とかじゃないの。あ、諦めないのが俺の魔法だ。システムアスタだな。変な名前だと思ってるとびっくりするわよ。これを発動するには、本当はもっと貯めないと使えないけど、あ、ベルちゃんが使えるようにしてくれたのね。はい、使うと、普通の魔法よりも多く青小石が習得できるのよ。青小石は団員たちの自動に振り分けられるんだけど、これを入手していくと費用ギゲージが溜まってくる。あ、必殺当たったことね。じゃあ、アスタの費用ギを使ってみなさい。魔力がなくても俺は魔法系になる。団員たちは自動で使ってくれるから、技よりも強力だから、ゲージが溜まったらタイミングをよく考えて使ってね。最後に陣形の変更について説明するわね。右下の陣形チェンジゲージは、時間経過に応じて溜まっていくの。陣形チェンジボタンを押すことでセットされている陣形を切り替えることができるわ。突っ込むぞ。おお、自動で切り替えてくれない。ありがとな、見えた。クエストクリア。いやー、すごいね。団員のみんなも強くなって、新しい魔法も覚えてる。もう本当に強くなったね。その魔法と誇りを引き継げて、クローバー王国や民のために使ってくれるかい。君が団長になってすぐあんな事件が起きて、今こうしてクローバー王国にあるのは君の、いや君たちの団があったからだ。何があったんだ、数ヶ月前。
はい、押すしかないね。いや今あれですもんね、あのジャンプの方の連載もすごいいいとこですもんね。まあ、早く毎週毎週水が楽しみで、もう待ちきれないですね。内容は言えないんですけども、今後どうなっていくのかさらに楽しみですね。これはあれなのかな、引き継げんのかな。無限の騎士団、こうしようかな。完了、よろしいです。それじゃああなたのダウンを強くするために次は団員を集めましょう。ガチャもやらせてくれるの。マジで団員を入手させるというのはブラックジェルが必要だけど、今回は特別。99回引き直せるの、マジで。で、これ家を押すとタイトルに戻れても、はいって強制じゃないか。お、金だね、いきなり。いきなり星読んだけど、これ食べてみ。どうなんだろう。いや、引き直そうかな。アスタがいいかな、やっぱ。まだ分かんないからな、何がいいのかとか。あ、必ず金なのかな、もしかして。やだよ。どれぐらいいるんだろうね、キャラ。あ、銀だ。お、金、あ、金だったわ。銀に見えたわ。よろしくね。どうなんだ、バネッサに2代目、ね、でもなんか召喚方法いいね、なんかかっこいい。銀から金になるんだね。これ確定っぽいね、多分。ベータ版だからかな。ヤクヤの魔眼のバルトスだ。バルトスさん。バネッサよ。バネッサ多いな。どうやら星5が最大みたいですね。ああ、星5が最大みたいですね、どうやら。
どうなんだろうな。バネッサよ。バネッサ多いな。星5が出た時点でやめるべきなのかな。次虹が出たらやめましょうかね。バネッサ多いな。やっぱなかなか出ないんだな星5って。私チャーミー。うん、そうだね、なかなか出ないっぽいな。バネッサ多い。私チャーミー。私チャーミー。ああ、同じキャラが多いんだな。どうなんだろうな。お、に、あ、来た来た来た。これ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 。ユノ。おっしゃ、ユノ。よろしく。アスタが、アスタとユノいいね。アスタ来てないけど、ユノ。これで確定でしょ。はい、確定。新しい団員が来たわね。団員が強くなればもちろんあなたの騎士団は強くなっていくわ。私からのアドレスはこれ、ここまでよ。ベルちゃんよかったじゃん、ユノ来たよ。了解っす。お、ログインボーナスがもらえるんだね。鍛錬の鍵を3音ゲット。盾みたいなやつだね。オープンベンダー記念。閉じる。もう強くしなさいって言ったのに、だらだらなっとね、何してるのって。クエストかな。お、メインストーリー。こっちが、キャラストーリーかな。地方クエスト、クローバー王国の守護するフリークエストよ。今はまだいけないから、とりあえずメインか。はいよ、タップして。魔道具の装備か。
とりあえずおまかせ編成でいいのかな。おアスタというのが一緒にいる。ダウンロード多いな。まあしゃあないといえばしゃあないのかな。はい、みんな注目。さっき魔法帝に言われたんだけど、最近クローバー王国の各地で事件が多発してるみたいです。なんか獣が暴れたり、盗賊や魔法騎士団崩れの悪さをしてるとかしてないとか、あとダイヤモンド王国の魔導士も出没してトラブルを起こしてるみたいって言ってた気がするな。結構大変な事態なはずなのに、今回も緊張感がないわね。というわけで各魔法騎士団に調査を命じられていて、黒の防御にも任務が与えられました。何でもここから少し離れた場所にある村の近くで獣が目撃されたらしい。おお、大変じゃないですか。ところで獣って何ですか。お前獣も知らないのか。獣っていうのは丸く帯びた動物のことで、ただの、害獣じゃないから俺たち魔法騎士団も駆除しなきゃならねえんだ。そういうわけで小僧ノエル、マグナ、お前ら3人で村に被害が出る前に獣を駆除してこい。おお、やったー、任務だー。ヤミさんの筆頭射程マグナスイング、速球に獣を飼ってきますって言っても、今空間魔法が使えるフェンラルの野郎が いないから、目的地まではほうきで飛んでいかなきゃならないんだが、まあ、飛ぶ悪くないもんな。私も飛べないわ。仕方ねえ、俺のほうき、クレイジーサイクロン号に乗り上がれ。うお、何度見てもかっけえ。ドアハハハ、相変わらずダサいほうきね、トサカヤンキーな。ドアか。でも3人で1本のほうきに乗るってことは、アスタと密着することになるんじゃ。まあそうなればな。おい、ノエコ、てめえがほうきの上に暴れたせいで途中で不時着することになっちまったじゃねえか。仕方ないじゃない、後ろにラスターが私の肩に手を置いてきたのが悪いのよ。前にいるやつ捕まるのは普通のことだろ。嫌だろ、お前がサイコビになれ。この私に朝の肩に捕まれって言うわけ。何言って、何が不満なんだよ。元はといえばてめえがほうきに乗れねえのが悪いんだろうが、悪いんだからな。魔力がコントロールできないんだから、ほうきで飛ぶのは無理に決まってるでしょ。なんで偉そうなの。わかりました、俺目的地の村まで走ります。そっちもなんでそうなる。二人とも、え、何かがこっちに来るわ。うわ、もしかしてあれ、俺たちが狩る予定の、ま、獣か。途中で降りたのに、ね、なんでいるんだよ。まさかこんな村から離れた場所で遭遇しようとは。アスターノエコ、迎撃するぞ。うっす。本当にあれだね、オートはいいよね。ただ見てるだけっていうあれもあるのかもしれないけど、だからオートゲーム結構好きですわ、アプリの。クエストクリア。おお、結構いっぱいあるんだね。ああ、襲われた時なのか。少しだけ手こずったが、俺たちの敵じゃなかったな。村に着く前に任務を達成しちゃったわね。もっとも今ので全部の獣が駆除できたのかわからんからな。予定通り村に行って話を聞くぞ。で、ノエルはほうきの真ん中の最後尾、ほうきの真ん中と最後尾どっちに乗るんだ。どっちも嫌よ。
また獣を遭遇するかもしれないし、村まで歩けばいいんじゃないかしら。てめえな、しょうがねえな、付き合ってやるとするか。まあ、こんな感じで進んでいくんですかね。まあ、ベータ版でも結構やり込み要素がありそうな感じですかね。7月の25日までなんかベータ版があるそうなので、よろしければ、皆さんも、やってみてくださいませ。チャンネル登録、評価などよろしくお願いします。それではまたです。